どうもアニマルパテモスでございます。というわけで紹介していなかった最後120センチガラス水槽、奥行き45、高さ45の水槽の方の紹介を今回はしたいと思います。はい、まあこのような感じにね、まあメインはシルバーアロワナでございます。入っているのはアルビノシルバーアロワナスーパーショートボディ、はい、これがメインですね。うちで一番高いお魚でございます。でゴールデンレッドフィンバルブ、はい、先日買いました。そしてチャンナプルクラ、昔からいます。はい、大型魚を始めた時に一番、もう今の中で一番古株ですね。はい、そしてレオパードクテノッポンマ、はい、これ全然大きくなりませんね。映像的にはまあ右の奥の方にいます。そしてアミメウナギ、そしてハートパロットもね、はい、右の方にいます。そしてポリプテルスの方がセネガルスのプラチナパルマス、そしてアンソルギー2匹、はい、アンソルギー2匹は隔離ボックスの方に入れて、はい、飼育しております。まあこんな感じですかね、今の現状。この水槽に関しては茶ゴケが結構すごいですね。まあこれちょっと掃除したんですけども、まあ、あの隔離ボックスもすごく茶ゴケでございました。はい、でですね、こちら、はい、アップとなっておりますけども、こちらのお魚、シルバーアロワナのスーパーショートボディ、アロワナ、もう白い、すごく白い、そして大きくなりました。20センチ近くになってるんじゃないかな。太ってもきました。はい、そしてこちらがパルマスでございます。はい、こちらもちっちゃかったけど、よく餌食います。お腹がパンパンになってますね。乙姫も食べるし、ささみ、きびなごも、ちょっと地図かぶってますけどね、食べてくれます。好き嫌いがあんまないいい子ですね。はい。で、レオパードクテノッポマ、はい、こちらの方に移動しておりますね。これも長いですよ。もう10ヶ月、10ヶ月近く経つんじゃないかな、買って。大きくならない。ただ大きくなると、このレオパード柄がね、薄くなっていっちゃったり、全体的に黒ずんだりするみたいなんで、まあ、このサイズでのんびり買っていきたいかなと思っております。結構お気に入りです。はい。そしてハートパロット。これも大きくならないね。ぼちぼち食ってる割には大きくならない。はい。レッドですね。レッドタイプですね。はい。もう一匹、うちにピンクタイプがいるんですけど、まあ、レッドのハートパロット。まあ、赤です。で、こちらがチャンナプルクラでございますね。うちの一番古株。しょっぱなのセネガルスのプラチナが死んじゃったんでね。はい。まあ、うちのセネガルス今2代目なんですけども。まあ、それと同時期に買った、はい。一番最初の古代魚入門で買った、チャンナプルクラのノミスさん。はい。いや、久々にカメラ目線ですね。かわいらしい。やっぱ愛着一番ありますね。チャンナオルナジピンニスとかその辺買ったけど、やっぱり一番最初のこのお魚、愛着あります。そしてあのフィルターで水中ポンプの奥の方に紐みたいなの落ちてますけどね。あの落ちてるのがあのアミメウナギでございます。まあこれも古代魚、はい、セネガルスポリプテルスの種と近いそうなんですけども、まあ、うなぎ。見た目でうなぎって言われてるだけですね。アミメうなぎと言われるお魚さんでございます。まあ、ほぼあそこにいますね。たまに餌食べに出てきてますけども、基本的にあそこが定位置でございます。まあ、こんな感じで、この辺泳いでいる魚は、はい、あそこね、ゴールデンレッドフィンバルブとかね、泳いでますけども、こんな感じで、遊泳させております。そしてこちらのケースの中にアンソルギーが2匹。はい、最初に買ったのはこっちの大きい方ですね。両方とも、そんなにめちゃくちゃ食感細くないんですが、最近、キビナゴを喜んで食べますね。ササミの方も食べるんですけども、キビナゴよりは食いつきがちょっと弱いかなと。で、後から来た方も外鰓がだいぶでっかくなってきました。はい。まだだけど、6センチとかそこいらぐらいじゃないかなと思います。この1匹の方は、水槽規格の方でね、240センチの水槽規格の方で、1匹は買って大きくして販売しようかなと思っている個体でございます。まあ、ちっちゃい方、個体である販売するか、大きい方販売するか、それはちょっと見て、うちが残したい方じゃない方を販売、大きくしてからしたいと思っております。可愛らしいですね。ウーパールーパーのようなね、顔をしております。大きくなるとこの外鰓はなくなっちゃいますけども、まあ今だけのお楽しみですね。
ちっちゃい頃やっぱ可愛いね。こっから育てていく楽しみがあります。というわけで、まあこんな感じで、はい。120センチの、はい、ガラス水槽。まあちょっとメンツがね、変わりましたね。オルナティピンギスが大きい水槽に移ったりとか、あとなんか移したっけな、ここから。まあ移してないね。ゴールデンレッドフィンバルボが入って、で、セネガルスと、のみさん、チャンダプルクラが引っ越ししてきたという感じで。まあ、ここの水槽に関しては、ちょろっとなんか、もう一匹、二匹ぐらいは入れてもいいかなとは思ってるんですけど、今のところは何も考えてない。はい、予定はございません。まあ、なかなか、この水槽も調子はいいです。茶苔は出ますけども、調子はいいんで、今のところ、調子崩してる魚もいませんのでね。まあ、ただ、大きくなった、アルビノシルバーアルワナがね、大きくなったんですよ。やっぱね、これ、ね、顔のサイズから言うとね、ブラックアルワナぐらいの顔のサイズになってるんですよ、頭のサイズ。でも長さがそんだけないっていうのは、やっぱだいぶショートなんですね、こいつね。60センチぐらいで止まってくれたらありがたいんですけどもね。どうでしょう。スーパーショートボディだからといって、70、80とかになるんかな。まあ、ならないですよね。多分普通のシルバーでも水槽の中では70、80ぐらいだと思うんで、まあこれは60ぐらいで止まってくれればいいかななんてね、思います。まあこれからもどんどん太らせていきたいかなと思っておるシルバーアルワナでございます。というわけで今回は、120センチのガラス水槽の方の紹介でございました。これに120センチ水槽の方はすべて紹介終わりました。はい。また次は違う動画を撮っていきたいと思います。というわけでアニマルパテモソでした。アニモー。